はい、こんにちは。おもちゃデザイナーの相澤です。この番組はね、私がデザインしたおもちゃを、まあ、一個ずつ紹介していく番組ですけれども、とうとう101番目になりました。101番目って言ってもね、これまで100個のおもちゃを作ったわけじゃないんですけどね、まあ保育子育て面白ゼミとかね、デザイン講座とかね、やりながら、まあ100本の動画ができました。で、今回これが101本目の動画ということになります。ね、久々に積み木作りました。ご覧いただきます。はい、こんなもの作りましたよ。ね、憧れの10センチの立方体ね、10センチの立方体のパッケージの中に入りたいっていうね、いくつか過去にもお見せしましたけれども、まだそれにこだわってるかっていうね、いうものです。はい、どうなってるかっていうと、これはこう取ると下にこんな感じで現れましたよね。で、これがね、どういう分割かっていうと、こう取ってみると分かるんだけど、こんなパーツとこんなパーツね、たったこの2種類なんです。で、全体で2、4、6あるから、こっちで12個、4色でこれが3つずつ、青は3つ、赤3つ、そういう構成ですね。まあこのパーツがこのパーツとどう組み合うかっていうと、こんな風に組み合いますね。で、こう取っておきましょうか。そしたら、まあこれもこう組み合いますね。じゃあこれとこれをこのように立てるね。じゃあこっちでもこう立てましょうかね。こうしたらどうね。で、これはこうでしょうかね。よいしょね。あと4つは、これ黄色かぶった、黄色かぶったね。この方が綺麗かな。で、こんな、あ、違うぞ、これこうか、こうだね、こうだよね。はい、こんな感じになったりとか。そうだな、この周りはどうしようもないね、これはね。とか、まあこれを使ってですね、これで一つ直方体ができるね。こういうね、直方体を作ったら、これはこうしましょうかね。こう並べるとかね。綺麗かな、綺麗かな。もうこれがね、綺麗なのか面白いのかね、こういう構成玩具作ってるとね、自分でも分かんなくなるんでね。分かんなく、あ、こっちかね、なる。こうでしょうかね。で、あ、赤赤残っちゃったから、ここは赤にしようかね。で、これはこうして、ほら、自分でも分かんないんだよね。分かんなくなる。つまりこれはおもちゃとしていかがなものかとも言えるんだけども、これこうして、これこうするか、これの上乗っかるのか、乗っかるのか、無理っぽい。あ、いけるか、いけるね、ちょっとね。まあ、まあこういったものをね、面白いのか面白くないのかね、自分でも分かんないんですよ。でもなんかね、こうやっていくとだんだん、これ綺麗に見えるんじゃないとかね、まあ自分の中に
ささやき声が聞こえてくるわけですね。これはこうよりも真ん中にこうした方が綺麗だよね。真ん中にどうかなとかね、まあいろいろ、あと積み木ですから積み上げていくね、こうやって積み上げる、それからここはこう積み上げてみようか、で緑にしようかね、ここはこう積み上げてみようか、どうよこれね、それなりに綺麗になるんじゃないかってやってるとね、こいつが余るんですね。でこの余ったこいつはどうすればいいかというと、こうすればいいんじゃない、こうして、あとこいつとこいつね、これはですねこうですね、こうして、あ違う、ここがこれだからこうか、こうだね、でこれがほら自分でも分かんないっていうね、難儀な積み木ですね。まあアゴンなんかね、遊んでるとしばしばわけわかんなくなってくるね、ありましたけれどもね。であとね、これはこういう積み方もできるんじゃないかな、こうしてね、こうしてどんどん後ろへ重心が行きます、行きますが悪くないんじゃない、これはね、こうしてよいしょね。まあ3つの山ができましたけれども、どうでしょうかね。で遊び終わったら立方体に戻すっていうね、これがまあ、また難儀するっていうね、そういう、積み木ですね。ですがまあこれも慣れですね、一種のね、はい、慣れです、慣れですから、はい、まあとはいえこれね、製品化になる感じはどうも自分ではしないんですね、試作だとも思えないんだけれども自分の中でね。でもまあこういうものあったね、あ、よかったね、楽しんだね、という、まあ、趣味っていうのがね、そういう感じが今のところしておりますね。ですから、奇跡的に製品になる。ない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 な。ないな。ないと思う。ね。ですが、はい、こうだね。こうして、こうだね。はい。これで、よいしょ。ね。はい。これでもいいし、はい。これでもいいし。はい。ということで、はい。この積み木、名前どうしようかってね。これもね、すっごい悩んだんですよ。悩んだんですが、結局ね、83って名前にしました。8-3 と書きます。まあ、84っていうね、制汗スプレーがありますでしょ。あれに習ってわけわかんない、もちろん意味あるんですよ。8と3に意味はあるんですけれども、とりあえずわかんなくてもいいや、というノリで、83って名前を付けた積み木でした。まあ、これでも、アイザーの最新作、ということになります。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。面白かったのかな？よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。